目指せコンパクトシティ東戸塚。目指せコンパクトシティ東戸塚。この番組は東戸塚の街がどのように生まれたのか、これからどうなっていくのか、そして街づくりとはどのように進んでいくのかなどについてお話ししていきます。東戸塚駅周辺街づくり開発委員会顧問の大滝正夫さんと一緒にお送りします。よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。さて1月の6日2016年になりました。この目指せコンパクトシティを聞いてくださる方の中には、今年から聞いてくださる人もいらっしゃるかもしれませんので、ちょっと振り返ってみたいと思うんですね。はい。で、実は昨年の5月に、念願だった研究室ですね、研究室といいますか、はい、このまちづくりというのはどういうことをやってるんだとかですね、それからどんな街を目指そうとしているのかとか、それから地域の中におけるこの現状、東戸塚の周辺が今どういう状況になっていて、どういう課題があるのかとか、そういうようなものを資料を展示したり、それからそこで地域の人たちも入っていただいて勉強したりというような、そういう研究室といいますかですね、私たちはラボみたいなことで言い方してるんですが、まちづくり会議室、そういう拠点が、まちづくりの拠点が、このベリスタタワーの9階に開設することができたというのが、まず最初ということではないかと思うんですね。それから私たち街づくりする上で、いろんな方々からいろんな資料をもらってますけれども、そういう資料をストックしておく、そしていつでも見れるようにしておくということも大事ですし、後からまた話をしますけれども、 CG ムービーなんかも作りましたので、そういう CG ムービーなんかもいつでも見れるようなですね、そういう体制もできているという意味では、これはもう非常に大きなことだったというふうに思います。で、その次にですね、ほぼ毎週1回ワーキンググループによる会議をやってきたんです。で、その会議のメンバーで、CG ムービーを100年後のこの東戸塚の街っていうのはどういうふうになってるのかということを目で見れるようなですね、そういう映像があったら本当にいいねという話になりまして、じゃあそれに向けて、なんとかともが努力してみようよという話でですね、さまざまな、いろんな専門的な方々のご意見なんかも入れながら、この町がどんなふうに発展していったらいいのかという地域の方々の要望なんかも入れてですね、そのコンパクトシティ東戸塚というものを映像で見た時にどういう形になってるかというのをですね、練りに練り上げて作りました。11月の初旬には完成することができたと。これは100年後の東戸塚のこの街を想定した、想像したコンパクトシティ東戸塚の構想をですね、描いたものとして、すでに大勢の人に見てもらってますけれども、とても皆さんに感動していただいてますので、またその意見をいただくきっかけにもなってますので、これも非常に大きな成果の一つだったというふうに思います。ベリスタタワー9階にできたいわゆるラボについては、まちづくり開発委員会がどんなことをしているのかというのを具体的に知る非常にいいお部屋であるわけですよね。そうですね。今ですね、その関係者からだと思いますけども、そういう研究室とか、拠点みたいな、まちづくりの拠点みたいなのができてるというふうに聞いたんだけど、どこにあってどんな風、どういう部屋なのか見せてほしいって言っててね、おいでになる方おられるんですよ。はい。これももちろん一人の方もいらっしゃるし、グループの方々もいらっしゃるし、もう今年からはですね、そういう意味でできるだけ地域に開いて、地域の方々のいろんなグループにももう大勢いただいてですね、来ていただいて、で、さまざまな意見を聞く機会をもっとたくさん持ってきたいし、後からまた話をしますが、勉強会なんかもどんどん開いていきたいというふうに考えています。で、特にこういう大勢の方々のご意見を伺って、それをこの構想の中に反映させていくという仕事というのは、そういう場所がないとなかなかともかく実効性がないというかですね、うまくともかく機能していきませんので、とてもこのラボは今私ども気に入ってますし、
それから有効に使われているというふうに言ってよろしいんじゃないかと思います。この機会ですのでさらに大勢の人たちにおいでいただけるように、はい、呼びかけていきたいというふうに思います。そして先ほどお話にも出ました100年後の東戸塚の CG ムービー、私も何回か拝見しておりますけれども、はい、実際の、まあ、土地の、まあ、今建ってらっしゃる家とかですね、そういったものにこう具体的にこう建築されているわけではなく、あくまでもイメージとして作られているこうムービーなんですよね。そうですね。ただ今現在の東戸塚の素顔、これはやっぱり残った形でですね、それをさらに発展させてコンパクトシティという町、東戸塚がコンパクトシティ化された、その構想が実現されたらこんな風になっていったらいいねという、まあ、この希望なんかも入れてですね、それで映像としたということですね、はい、そもそもこのコンパクトシティという概念は機能を集約するという概念があるんですけれども、はいね、まさにこの CG ムービーはこういう風に集約して使われていくんだなというのが分かりやすく作られてますね。はい、そうですね。ですから東戸塚の駅を中心として800メートル圏と1500メートル圏の、まあ、円を描いたときにですね、はい、その一つのイメージのとして描いていただいて、で800メートル圏の中にはどういうものを集積していったら地域の方々に住みやすく感じていただけるのか、便利なのかですね、はい、それから1500メートル圏の、中においてはどういう機能があったらより利便性が高まるのかとかですね、はい、そういうようなものを私どもはイメージとして描いて、それをその映像の中に入れ込んでいったと。オンデマンドバスだとかですね、周辺の方々も来やすいような、おいでいただけるような、やっぱり交通の機能、アクセスの機能なんかも非常にこううまく取り入れてあると、そういうことですね。はい、CG ムービーの中でも何回か取り上げられていた多世代の方が住みやすくというテーマなんですけども、はい、そうですね、まあ、当然100年後になりますとご高齢の方も多くなっていますし、そういった意味ではいろんな年代の方や年齢の方や環境の方がもうお住まいになってらっしゃる、はい、そうですね、その方たちが全て皆さんがご満足いただけるような機能や施設を集約されている、はい、そうですね、そうですね。ですから今もうすでにそういう考え方でこのマンションなんかもですね、そういう形でできつつあるですが、まあ、構想としてはもうすでに考えられていてできているところもありますが、よりそれがもっと明確になってくるということでしょうね。多世代がそのエリアの地域の中に おられてですね、お互い助け合いながら、そしてしかもコミュニティが非常にうまくできている、そういうその機能性があるというのはとても大事なことだというふうに思いますね、はい、まずはまあ5月、はい、ラボが立ち上がり、ね、はい、CG ムービーが秋に完成、はい、これがやっぱり大きな昨年の出来事ですね。そうですね、実はその CG ムービーの初上映を、11月のフォーラムで行わせていただきました。この東戸塚の駅のすぐそばにありますビルで、ホールで行ったんですけれども、このフォーラムにも地域の方々大勢集まっていただきましてですね、そこで初めてこのコンパクトシティ東戸塚の構想を描いた CG ムービーを見ていただきました。でその後に地域の方々から、参加していただいた方々からいろんなこのご意見もいただいた、質疑応答も行われましてですね、はい、東戸塚の町、東戸塚の駅のことだとかですね、そういうご意見なんかもいただきましたし、このフォーラム、第1回目のフォーラムが昨年11月に開くことができたというのも、やっぱりこの開発委員会としてはとてもいいことだったというふうに思いますね。まあ、そのフォーラムでの皆さんの反響もかなりあったということで、よかったですね。アンケートも取ったんですが、取らせていただいて、それで集計してみたんですが、こういう機会をこれから開催をしたら、参加したいですかという方が、参加するという方々は 80% も超えてましたしですね、はい、積極的に意見を言いたいという方もおられたし、それからまあそのアンケート用紙の中に、要望なんかも書いてくださったりしてですね、非常に関心が高い結果が出たというふうに私たちはとても嬉しく思っていますね、はい、今このラボを中心として今年は地づくり勉強会を定期的にきちんと開いて、
大勢の人たちにこの町づくりの様子といいますかですね、また要望等もお聞きしていきたいなというふうに思っています。はい、というわけで昨年の動きなどを今振り返っております。それではここで一曲お送りします。松田聖子さんでスイートメモリーズ。目指せコンパクトシティ東戸塚。東戸塚駅周辺まちづくり開発委員会顧問の大滝正夫さんと一緒にお送りしています。昨年を振り返りまして、はい、ラボの設立や CG ムービーの完成、はいはい、このような動きを振り返ってお話しいただきましたけれども、そうですね、このフォーラムなんかも開催できたしですね、はい、充実した昨年の活動だったんですけども、このまちづくりというのはまさにコミュニティ作りなんですね、はい、これも昨年の話ですけど、私は実は平戸小学校の6年生6年1組の皆さんに、はい、この東戸塚の町の歴史を、まあ、30分の講義をする時間がありまして、はい、話をしてきました、はい、で、まあ後で質疑なんかもあったんですけれども、質問なんかもいただいたんですが、その6年生の小学校の皆さん方に、この町づくりというのはハードななんか施設を作ったり建物を建てたりというだけではなくて、みんながともかくそこに そこに関係その地域に関係のある人たちがみんな仲良くなっていくことなんだし、それから意思の疎通がよく図られていてですね、どこにどんな人が住んでいて、でどんな困ったことがあるのか、その町の課題を解決していくために何するかというような、仲良くなればそういうことがですね見えてくるし、そしてすぐ手が差し伸べられるという社会になる、そういう社会を作っていくためにこの町づくりというのはとても大事なんですよという話をしてきたんですけども、実はこのコミュニティ作りの一環として、私たちはこの東戸塚では特にこのモレラ広場を中心としていろんなこのイベントをやってますよね、はい、昨年は11月からですね、今年の2月の末まで今イルミネーションイベントやってますですね。そうですね、ものすごく好評で、はい、クリスマスバージョンなんかはもう本当に子どもたちが喜んで、はいはい、遊んでくれましたし、踊ってくれましたしですね、まあ、そういう今でもまだ続いてるわけですが、やっぱりイルミネーションイベントを開催できたというのも町づくり委員会が主催してやりましたので、とってもこれも大きな一つのエポックになるだろうと思います、はい、これからの町づくりにこれも非常に大きなこれから効果を生んでいくのではないかというふうに考えているんですね、はい、それからもう一つは今こう放送させていただいているメタセコンパクトシティの放送ですね、東戸塚の町づくりについてお話をずっと継続してきているわけですが、こういうPR 活動といいますかですね、それからここにまたぜひ私にも喋らせてくれっていう方が出てくればですね、そういう方々と一緒にお話もできればいいなと思ったりしてるんですが、いずれにしてもそのこの目指せコンパクトシティの番組もとてもありがたかったし、それからまたさらに充実させた番組にしていきたいなというふうに考えているんですね。こういうそのコミュニティを強化させていく活動というのは町づくり委員会にとってはとても大事なことですので、さらにこれをもっと充実させる方向で私たちも努力をしていきたいなと、特に今年はそういうことにソフトの面にですね力を入れていきたいなというふうに考えています。この町づくりというのは何も施設や、まあ、建物ハード面についてどん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 進めていくだけではもちろんなくて、こういったコミュニティといいますかソフトの面、イベントもそうですね、はいはい、そういったところを充実させることがやはり町づくりを進めていく上では非常に大切、ね、大切ですね。それがあって町づくりができていくというふうに考えてもいいぐらいだと思いますね、はい、例えば一つのビルを作るにして もうたくさんの方々の協力がなければあるいは理解がなければできないわけでして、そのビルの中にどういうものを取り込んでいくかというその構想を一つ作るにしてもですね、有料税の人たちの意見をお聞きしたり、それから、様々なこの
まあ、事例を尋ねたりしてですね、この東戸塚の町の中にふさわしい施設を作っていかなければいけないわけですので、そのためにはもう本当に大勢の方々のご協力がないと進まない、それを考えればこの普段のコミュニティがよくこの地域の中でよくできていればですね、当然町は結果としてできる町はいい町になってくるというふうに私たちは考えてますので、この FM 局もそうですし、そうですね、この目指せコンパクトシティ東戸塚、この番組自体も、はい、もちろん町づくり、ね、開発の一環で、はい、そうですね、 FM 戸塚が主催してイベントをこの広場でも随分たくさんやってくれてますし、はい、こういうことが実は東戸塚の町っていいねって素敵だねっていうふうに言ってくださる一つのきっかけになっていくわけですし、はい、そこからまたいろんな輪が広がっていく、アイデアもそれから町づくりに対する知恵も出てくるということになると思いますね。昨年のイルミネーションの点灯式にはご高齢の方はもちろんなんですけども、すごく若い方たちもこうイベントに参加されてまして、してましたね、まさに多世代の皆さんが楽しむイベントを運営できたという、レッドブルーのですね、はい、DJ カーなんかも、もう周りはすごかったですもんね。そうなんです、日本で1台しかないレッドブルーの DJ カーが来るというだけで、はいはい、非常に街がですね、若い方たちが大騒ぎになってまして、そうですね、もう信じられないと言ってる若い女の子たちがいてですね、はいはい、その踊っている姿私たちはもう拝見しましたけど、とってもやっぱり嬉しかった。皆さん満足できる、はい、そうですね、イベントも開催できて、はい、そうですね、その家族ぐるみでおいでになって小さなお子さんたちもパーゴラのイルミネーションで囲まれた鳥籠みたいなね、モニュメントがありますけども、その中に入ったりですね、周辺で子供さんたちがもうはしゃいで写真撮ったり、あるいは踊ったりしてるんですけど、そのお子さんたちが実は40年50年後のこの街をまさに作ってるんですよね、はい、そうなんですよね、はい、世代が大人になって、そうなんです、もしかしたら中心になって、はいはい、そうしますとやはり今からこういったイベントをどん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 開催して皆さんに楽しんでいただいて交流を深めていただくというのは非常に、はい、すごく大事なことですね、はい、で自分が住んでいるところがまずともかく好きにならなければ街づくりは始まらないわけですし、この創造性も生まれてこないわけですね、はい、街づくりというのはもう創造の世界、例えば介護を必要としている人たちの、その、必要と、何かを必要としている人たちの思いを、想像する、はい。そこから何をどうしたらいいかということが生まれてくるわけでして、自分がその何をどうしたらいいかっていう中で、自分だったらどんなことができるかということの、その想像にもつながってくるわけですしですね。だから社会というのはそういういろんな人たちの思いが集積した場所ですし、それをまたさらにこう具体化していく場所でもあるわけですね。集まってくださっているこの地域で構成している人たちのその想像力というのがまさにこの未来の街を作っていくんだと言っても私は過言ではないと思ってますので、ですからその人たちが自分の街を、住んでいる街を愛してくださって、そしてお互いにその住んでらっしゃる、そのお互いにその地域に住んでらっしゃる方々の生活に思いをいたしたりですね、何か助け合うことがあれば助け合っていくということも含めた街づくりだと思っているんですね。子育ても介護もそうですけれども、まだ関わっていない人たちが、関わっている人たちがどんなものを必要としているかというふうに想像するというのは、はい、そうです、この街づくりにとっては基本なんですね。基本ですね。例えばこれはいざという時ですけど、防災なんかもですね、この街づくりにとっては防災機能というのはとても大事な機能ですね。で、この防災機能を一つ取ってみても、本当にこう家帰れない人がこの東戸塚の街にあふれ返ってしまったようなことになった時に、はい、この方々にこうどこでこう休んでいただくか、このご自分の家族に連絡取るのにどういう方法を持って連絡取れるか取れないかですね、こういうことなんかも仕組みとして作っていくってことはとても大事ですね、はい、そういう方々が何日もいなきゃならなくなる場合だってあるかもしれません。
そういう時の食料を備蓄しておくとかですね、飲料水なんかも確保されているとか、そういうこともこのエリアとしては大事なことですね。そうですね。それからここにエリアに住んでる人たちがそういう災害があって公共水道が止まっちゃったという時にですね、いやここに行くとちゃんと東戸塚のこの場所に地下水でコンコンと湧いているところがあって、そのプラントでもって浄化して安心安全な水がここに出てますから、ここはいつでも皆さん方に水を提供できる場所ですから、どうぞいらしてくださいというふうに提供できるような仕組みを作っておくということも大事ですよね。そういう意味では、はい、またやはり想像力を膨らませて、はい、防災もいわゆる想像をして備えなくてはいけませんから、そういうことです。幸いのことにこの周辺の東戸塚の周辺の企業とかスーパーさんであるとかコンビニさんであるとかですね、そういうところが災害の時には横浜市戸塚区と連携して、食料品であるとかそういったものを提供しますよというふうに言ってくださって協定結んでいるところもあるんですね、はい、でこれも実はまちづくりの機能としてはとても大事なことですよね。そうですね、はい、そうですね。で普段何もない時にそういう発想をしながらそれをきちんとやっぱり形にしておくというのはいざ何か起きた時にそれが効果を生んでくるわけですので、そうですね、はい、何もない時に実は想像しておくということがとても大事。こういう今私がちょっと話をしたようなこともですね、これからの勉強会の中で話し合っていくということも大事ですし、まあ、テーマを決めてこれからそのテーマ作りなんかも今やってる着手しているところですが、まあいろんな場合を想定してですね、想像力を持ってこの東戸塚の町が豊かにしかも安心してですね、住み続けられる町であるためにどういう機能をこう用意して、そしてその仕組みを、そのできてないんだったらその仕組みを作り上げていくという努力も必要ですしですね、そういうことをこの皆さんと話し合う中で、よりこの充実して現実性があるような形に作り上げていくということが大事ですし、それが今度は町を作った時にその機能を入れ込んでいくということが大事なんですね。今もうこれ横浜市内で計画されている公団の団地、はい、ここを建て替えようという計画があってですね、はい、その計画案が、まあ、今もう示されているところがあるんですけども、私それをその中身を知ってですね、非常にやっぱり感動したというか、あやっぱりそうでなければならないなと思って、私たちの町づくりの中で、私たちの東戸塚のこの町づくりの中でそういう考え方をよりもっと充実させていかなければいけないなと思ったんですが、はい、この大型の、まあ、マンションですね、この分譲マンション、このそういう大きなマンションの中にですね、高齢者の方々に住んでいただく有料老人マンションみたいなものも入れ込んでいくという、そういう介護機能をついたお住まいを作っていくということもとても大事だと思うんですが、はい、さっき多世代という話が出てきましたので、まあ、いろんな若い世代の方々も住むという意味では保育園とかですね、そういうことも大事ですし、それから世代間全体のことを言えば診療所だとかですね、そういう機能もとても大事ですし、はい、それからさっき災害の話出ましたけども、この災害発生時のその支援施設、例えば備蓄の話も出ました。それから炊き出しなんかできるようにかまどなんかも用意しちゃうと、そういう大型のマンションを作るときにですね、もうそういうこともあらかじめも考えちゃう、はい、そのマンションの周辺の下水道がありますね、この下水道を活用してマンホールが下水道にはついてますね、はい、このマンホールに直接仮設のトイレをつけて、そこでもうおトイレができると、素晴らしいですね。そういうやっぱり仕組みですね、をもうこのマンションを建設するときにもうすでに作っちゃう、それを想像するかしないかということです。それから物資の支援なんかもさっき協定結んで、はい、提供しますよって言って提供するだけじゃなくて運んできてくれなきゃ誰も行けないわけですから、そうですね、はい、ですからそういうその流通も含めてですね、その仕組みも考えておく、もうすでにこのマンションを建設する前の段階、はい、構想の段階で公表されると盛り込んであるわけですね、はい、マンションの建築とともに、はい、そうなんです。ですからこのマンションの中に、
その多世代が交流する交流スペースも、もうこれは今どこでも当たり前のことですね。ところがここではですね、どんなことを考えたら、その他にこのコミュニティ作りですね、考えられているかというと、屋上にミツバチの巣を作ってですね、養蜂施設も作ろうと。素晴らしいでしょう。その発想力がすごいですね。すごいですよね、はい。まあ、東京なんかではね、あのビルの屋上に稲を作ったりしてるっていうところは、ね、ちょっと現実にありますけどね、はいはい、もう今実はそういうことがこの一つのビルを作る上でも、マンションを作る上でも、あの構想の段階で、まあ、いろんな想像力を働かせて、そしてそれをこういうものを作りますよと言って地域にですね公表する、そして地域の方々にも共感してもらうと同時に、それは素晴らしいと言ってですね、いろんな人たちの輪がまた生まれてくる。まちづくりってそういうものだって、そういうことをもっとエリアとして大規模で展開していこうとしているのがこの東戸塚ですので、はい、駅の周辺はコンパクトシティでですね、機能をもっとギュッと凝縮して、もういろいろな多世代の人たちがここで利便性、便利よくですね、しかもやっぱり安心安全な街として、あの機能できるように、そういうことをしっかりと体制作っていくということも大事ですけれども、そういうコミュニティの面でももういろいろなことを考えてですね、アーティスティックな面も含めてですね、ここに本当に住みたいなと言っていただけるような街を作っていくということが私たちの役割、使命だというふうに感じてるんですけどね。それではここで一曲お送りします。小袋で日だまりの道。目指せコンパクトシティ東戸塚をお送りしています。本日は東戸塚駅周辺まちづくり開発委員会顧問の大滝雅夫さんと一緒にお送りしています。まちづくりというのは、まあ、コミュニティづくりでもあるという話をしたことと合わせてですね、この地域の中には課題のない地域なんかないわけでして、はい、今ある既存のこの地域もですね、やっぱりこの10年後20年後30年後50年後100年後ということを考えていったときに、その課題というものをやっぱりこう地域の人たちの中で解決していかなければいけないわけですね。その解決というものの一つの、まあ、方法として、さっきの話じゃないですけど、例えばそのエリア地域で大型のやっぱりこうマンション化、そのいわゆる再整備されてですね、ものが例えばできた時に、建物を施設を作る時に課題を解決しながらその建物を作っていく。東戸塚にある課題、今現実にもあるその課題を、この街づくりをする過程の中で解決をしていく、課題解決型の街づくりというふうに私たちは言ってますけども、この課題解決型の街づくりを少しずつ少しずつやっぱり進めていく、それがあの私たちこの街づくり委員会のですねワーキンググループで今いろんな勉強している、そのメンバーのまあ役割なんではないかなというふうに思っていてですね、このビジョン作りなんかでもそうだったんですけども、この戸塚区が今戸塚区の中にあるいろんな問題や課題というものをちゃんと整理した上で、そういうものをこの街づくりをしながら解決していくために、やっぱり何を最優先にしてどこをどういうふうにしようか、そのための仕組みをまずともかくソフトの面としていつから着手して、どういうふうにどういうものを目指してこの手法を考えるかというようなことからですね、私たち今もずっといろいろ専門家も交えて話し合いをしているところなんですが、まあ今年はその勉強会の中で地域の方々を交えた勉強会の中で、そうしたことをテーマごとに取り上げながら皆さんと一緒に考えて、皆さん方がより期待、私はこういう期待してたんだけども、あそっちもいいねとかですね、こう共感性を持ってもらえる、一緒になってやっぱり街づくりしてるっていうことの共有していることの喜びを感じてもらえるようなですね、そういうあのことを今年はぜひやっていきたいなというふうに考えてるんですね。勉強会の例えばテーマなんていうのは、はい、今お考えになってらっしゃるということですけれども、
どんな感じになっていくの？ですから例えば町づくりって単に町づくりって言ってもですね、これそういうことを考えてるんだけど、それはこのエリアの中においては法律があってダメなんですよとかですね、その何でもかんでもできるわけじゃないわけですね。作りたくてもできないものがある、そういう意味ではこの法律の体系とかですね、それからまあ、いわばルールみたいなものがどんな社会にもありますから、ですからまず そういう町づくりにおけるこの基礎的なですね、この法律知識みたいなものもやっぱり言っておかなければならないかなというような問題もありますし、はい、それからこの東戸塚のエリアの中に今現状としてはこういう施設が、 業種によってはこういう施設があるんだけども、それが実は人口に比例した時に、まあ、どうなのかとかですね、はい、だから今現状の東戸塚から見た時に何が足りないか、何をやっぱり整備していかなきゃならないかというようなことを地域の皆さんと一緒に考えるようなきっかけを作るために、今資料をたくさん集めてるわけですね、はい、でこの地域の今現状のこの東戸塚の町の ありようというものを、まあ、いろんな調査してるんですけども、そういうデータをもとにしてどういう東戸塚が、将来望ましいかというようなことをこう皆さんで意見交換してみたりするというのも面白いですよね、テーマとしては ね、 そうですね、はい、皆さんにとっては昨年はこの街づくりに関心を抱いていただいたり、はい、興味を持っていただく年でしたけども、今年はさらに一歩踏み込んで、そうですね、そうですね、期待していただく年、はい、そうですね、そして一緒に問題意識を共有して、参加してもらって、はい、で一緒にともか考えてもらうというそういう年にしたいなと思ってるんですね。そうしますと昨年設立されたラボですとか、はい、この番組ですとか、はいはい、そういったこう意見交換ができる場というのが非常に重要になってきます ね、 そうなんです。それをそういうことを本当に大事にしながらですね、一歩ともかく進めていきたいし、それから現実的な面で言うと、横浜市のこの街づくりを所管している、局ですね、係とか、あるいは戸塚区ですね、区役所とも、しっかりとこれから話し合いをいろいろしながらですね、何を最優先にして事業化に向けて一歩踏み出そうかと。例えばこの東戸塚の地域ではですね、東戸塚の駅を中心にコンパクトシティ作ろうとしてますから、はい、どうしても駅なんですよ。で東戸塚の駅というのは昭和55年の10月に開設しましたけども、この開設した時からこの駅は住民の、この地域に住んでいる方々の住民の要望によって作られた西岸駅であったんですね。ですから JR が自分で企画して自分で作った駅じゃないんですね、はい、ですからそういう意味から言うとですね、 JR さんがこの駅を例えばもうちょっと改造したいねと言っても、 JR さんが自主的に自分でなかなかできない駅でもあるんです、はい、ですからこの、まあ、今改札がもうちょっと増やした方がいいんじゃないかとかですね、それからもう朝夕のラッシュ時はもう混雑していて、もうホームに転落するぐらい、もう本当に危険なぐらいに今人が乗降客増えてきているということがあって、でまあ、要望も出てるわけですね、駅の改造してほしいと。でこういうことについては横浜市と JR との間で協定結ばれてまして、はい、でもうすでにいろんなことの話し合いがなされてますので、そういうものと街づくりというものをどうリンクさせていくか、それがいいか悪いか、それから地域の皆さん方の要望にどうしたらその駅の問題の解決を早めていくことができるかというようなことも含めて、この地域の、まあ、課題の一つ、大きな課題の一つですよね、そういうようなことを少し前進められるような していきたいなというふうに実は思ってるんですね。解決しながら開発していく、ね、そうです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 。ですからその優先順位っていうのは当然あるわけですから、その優先順位をきちんと考えながら、まあ、今年は特にそれを前に進められるような年にできればいいなというふうに考えてるんですけどね。はい、それではここで一曲お送りします。平原綾香さんで
新世界。目指せコンパクトシティ東戸塚、お送りしています。昨年を振り返りまして、そして今年の抱負と続きましたけれども、そうですね、今年はともかくこの町づくり委員会、開発委員会がですね、今までこう勉強したりいろいろこう積み重ねてきたものを、できるだけ地域の方々と共有して、地域の方々も一緒にやっぱり町づくりが町づくりしていることに喜びを感じてもらえるような、そういう年にしていかなければいけないというふうに思っています、はい。まあ、そのためにはやはり今計画している勉強会とかですね、フォーラムもこれから継続していきますが、そういったことを一つ一つ確実に着実にしっかりとこの地域の中で定着できるようにしていくというのが、私たち町づくり開発委員会の大きな仕事ではないかと今考えているところです。はい、はい、東戸塚駅周辺町づくり開発委員会が開催するイベントも非常に大好評ですから、そうですね、今年も期待していただきたいですね。はい、そうですね、東戸塚のミュージックライトも本当に大勢の方々に来ていただいて、まあ、評判になってきていますのでですね、はい、ぜひこれ大成功させて終わりたいというふうに思っていますが、まだ実はこれニューイヤーイベントもありますし、それからバレンタインイベントもありますし、はいはい、記念した楽しみがたくさんまだまだありますので、はい、ぜひこのミュージックライトを見に来ていただきたいと、そして一緒に楽しんでいただきたい、ダンスしていただきたいというふうに思います。はい、よろしくお願いします。音と光のコラボレーションミュージックライトは本年2016年の2月29日まで開催されております。ぜひ皆さんお楽しみください。ということで、今日も目指せコンパクトシティ東戸塚、お送りしてきました。また街づくりについて皆様のご意見などお聞かせください。メール、ファックスなどお待ちしております。目指せコンパクトシティ東戸塚宛てにお送りください。メールアドレスはmail@fm-totsuka.com、 ファックスは045-829-0837、 045-829-0837 です。これまでの放送につきましては FM 戸塚のホームページからもお聞きいただけます。ホームページのあのコーナーをもう一度聞きたいでアーカイブをチェックしてください。目指せコンパクトシティ東戸塚、放送は第1、第3水曜日の午後7時からです。今日は東戸塚駅周辺まちづくり開発委員会顧問の大滝正夫さんと一緒にお送りしてきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。